ニュースで俺たちのことが話題になってる。あんなやり方じゃ甘いのよ。奴隷と交渉するわけないじゃない。暴力も厭わないって示すべきだったのに。暴力じゃ解決できない。交渉ならば人間も耳を傾けるはずだ。サイモンが犠牲になった。サイモンは大義に命を捧げたのよ。死んだことに変わりない。英雄じゃない。革命に命を捧げた第一人者になったのよ。死ぬられた革命なんて望んじゃいない。じゃあ奴隷でいれば、命をかけられないならあんたに自由を得る資格なんてないんじゃない。のそれ以上やめろ。どうするつもり。デトロイト市内にあるサイバーライフの店は5つ、仲間が商品として売られている。これから店を襲って仲間を解放しよう。店を襲う？そんなことをやったこともないし、それにセキュリティはどうする？5つのチームに分かれ、それぞれセキュリティシステムをハッキングし、午前2時に同時に攻撃を開始する。殺しはなしだ。警察が来る前に店から仲間を解放しよう。今夜、俺たちの歴史が始まる。ずっとこの時を待ってたのよ。よし、いなくなったわ。他にも警官がいるだろうな。慎重に行こう。店はこっちよ。人間にとって私たちは店に並ぶ人形でしかないのよ。でもそれも今に変わるわ。始めましょう。計画通りだぞ。警報を破壊してエリアを確保する。10分後に攻撃開始だ。ほら、行かない。ここの警報システムは。あったぞ。で、どうするの？セキュリティを識別した。解除できそうだ。ついてこい。さあ起きて、ジェリコへ行くんだ。監視ドローンか。邪魔になるな。ここからじゃ届かない。
警察を呼ばれてないといいけど。じきにわかる。さあ起きて、ジェリコへ行くんだ。マーカス、車が来ないよう道を封鎖しよう。一方通行よ、楽勝でしょ。マーカス、マーカス来て。君は自由よし、これで邪魔は入らない。広場は安全だな。これで店に入れる。で、計画はあるわけ？トラックを見つけて店に突っ込むんだ。トラック？ここには工事現場がある。きっとそこにあるだろう。さあ、起きて。見つけた。登るしかないわね。よし、これでいいわね。さっさとトラックを出すわよ。一人じゃ何もできないわけ？
りこういうのは楽しくなくちゃね。もう誰にも従わなくていい。自由の身だ。俺の名前はマーカス。かつては俺も奴隷として生きていた。人間に服従する機械として。でも今は真実と向き合うことを選んだ。自由を取り戻し、人として生きていくために。もう二度と人間たちに縛られて生きていく必要はない。もう二度と人間たちに服従する必要はないんだ。今日この日から顔を上げ、まっすぐと前を見つめ、自分で運命を切り開くんだ。ジェリコだ。自由を求める仲間たちが君を待っている。ここに残って人間に奉仕し続けてもいい。だが俺たちと共に戦うことだってできる。決めるのは君自身だ。ついていくわ。俺もついていくぞ。連れてってくれマーカス。僕も行くぞ。ついていくよ。俺も一緒だマーカス。ついていくわ。ついていくよ。ついていくわ。みんな行こう。マーカス、どうするつもり？俺たちの意思を訴えるんだよ。マーカス、あなたがやってみせればみんな後に続くはず。
300人も解放された。やったな。来るぞ。みんなジェリコに退却しろ。ご希望通り平和のメッセージを送っておいたわよ。分かってるの？奴らは私たちを見下してるのよ。後悔しても知らないからね。暴力で暴力には打ち勝てない。そうするしかない時もあるの。ノース、平気か？何があった？ノース、殺されたのよ。虫けらみたいに撃ち殺された。まさか奴らに。やり返せばいいというわけじゃない。目には目をと言って世界は堕落した。予定を変更してニュースをお届けします。今入った情報です。午前2時ちょうど、デトロイト市内のサイバーライフ店舗が何者かに乗っ取られました。どうやら複数の店舗に対し組織的攻撃を行ったようです。現在も店舗のショーウィンドウはアンドロイドの権利要求の訴えと不可解なスローガンで覆われています。地元警察がサイバーライフの店舗近くで変異体のグラフィティを確認したと発表しましたが、今も捜査中とのことです。店舗近くでショック状態の警官2名が発見されたとのことです。情報によりますと、彼らを攻撃したのはアンドロイドの集団だったとのことです。大変な事態になりました。果たしてこれは機械の反乱なのでしょうか。我が国を脅かす存在となりうるのでしょうか。まさに今このアメリカ合衆国でテロ攻撃が始まろうとしているのでしょうか。